衝撃。番組内での予告なし。ナンバーアンダーラインアイが不意打ち登場、ネット騒然。ナンバーアンダーラインアイの予期せぬ登場にファン狂気 TBS 音楽番組の新たな展開に注目。TBS の音楽番組 CDTV ライブ。ライブ。月曜後7.00が先週出演したナンバーアンダーラインアイ。 という3人組のバンドの VTR を不意打ちで流したことにより、ネット上で驚きの声が上がった。この驚きの瞬間を目撃したファンたちは、その出来事を予期せぬものとして受け止め、騒然となった。番組の流れは、伝説的な学園ドラマ、GTO の主題歌、ポイズンをリバイバルアレンジで熱唱したバンド、ブルーエンカウントのパフォーマンスから始まった。 そして24年ぶりに宇多田ヒカルがファーストラブをテレビで歌唱するという予告が CM に続いた。CM 明け番組ではこの後3月の月間ランキング発表とのテロップが表示されそこで不意打ちの瞬間が訪れた。数秒間の映像にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが流れそれが彼らのランキング入りを示唆したのだ。ネット上では この驚きの出来事に対するリアクションが続々と寄せられた。CM 明け、いきなりナンバーアンダーライン愛が映ったぞ。先週のナンバーアンダーライン愛のゴートが映った。ナンバーアンダーライン愛ちらっと映ってびっくりした、といった声が上がった。これはまさに予期せぬ展開であり、ファンたちはその瞬間を一気一遊した。その後のランキング発表では、 ナンバーアンダーライン愛のデビュー曲 g o トが7位にランクインした。ファンたちは彼らの先週のパフォーマンスを振り返る VTR にも大いに喜びを示した。今週も流していただきありがとうございます。この前のやつ見れて嬉しいといった感謝の声がネット上で広がった。しかし一部のファンは不意打ちも何も。 ランキングに入ってれば VTR が流れても不思議ではないと思う。他局の GTO の VTR が使われた方がびっくりだったけどね、との意見を述べた。彼らは番組のランキングに関する不自然な点についても議論を呼び起こした。この一連の出来事は音楽番組の予測不可能な魅力を示している。時には予期せぬ出来事が起こり、ファンたちはそれに驚き、 感動する。しかし、ランキングや番組の流れに関しては、様々な意見があり、それがファンコミュニティ内で議論の的となっている。これからも、音楽番組の舞台裏には、驚きが待っているかもしれない。ファンたちは、その瞬間を心待ちにしていることだろう。このエピソードは、あなたにとってどのような驚きをもたらしたでしょうか 番組の不意打ち登場について、どのような感想をお持ちですかそして、あなたがこのような音楽番組のプロデューサーだった場合、どのようなアプローチを取るでしょうか興味深い議論ができることでしょう。このエピソードは、あなたにとってどのような驚きをもたらしたでしょうか番組の不意打ち登場について、どのような感想をお持ちですかそして、 あなたがこのような音楽番組のプロデューサーだった場合、どのようなアプローチを取るでしょうか興味深い議論ができることでしょう。このような予期せぬイベントがファンコミュニティに与える影響を考えると、音楽番組のプロデューサーにとっては、新しいアイデアやアプローチを考える際の貴重な示唆となります。例えば、予告せずにランキング入りアーティストの VTR を流すというアプローチは、 ファンの関心を引きつける効果的な方法の一つとなるかもしれません。また、予期せぬ出来事をプログラムに組み込むことで、視聴者の興奮や驚きを高めることができるでしょう。あなたが音楽番組のプロデューサーであれば、このような不意打ちの演出を取り入れるかどうか、またどのような形で取り入れるかについて、どのような考えをお持ちでしょうかそれは、 番組の視聴率やファンの関心を高めるための有効な戦略となるかもしれません。考えてみると興味深いでしょう。音楽番組の舞台裏には常に新しい驚きが待っています。ファンたちはそうした瞬間を楽しみにしています。あなたの考えや意見をぜひ共有してください。